アレクシー・カシー・ヤローサは、ドミニカ共和国、サン・クリストバル州ン・クリストバル出身のプロ野球選手。ウトリョーだ。現在は FA。MLB の歴代盗塁成功率の記録保持者でも、ある。2003年にアナハイム・エンゼルスと契約。2005年シーズンまで、参加のマイナーチームでプレーした。ミネソタツインズ時代2005年12月。 JC ロメロとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。2006年9月1日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。これまでのベストシーズンは2008年で自己最多の98試合に出場して打率281.7本塁が50打点を記録し、キャリアで唯一シーズン100安打にも到達した。2009年は打撃不振に陥ったが10月6日の デトロイトタイガースと地区優勝を決めるためのワンゲームプレイオフでは延長12回裏に劇的なサヨナラタイムリーを放った。2010年は新加入で当時通算564本塁打のジムトーミに背番号25を譲り自身の背番号は12に変更した。2011年は同じ1984年7月生まれの西岡、剛しと二遊間を組むことが多かった。 当初は強剣のカシーヤが遊撃、西岡が二塁を守っていたが、西岡が故障から復帰した後はポジションが入れ替わり、カシーヤは二塁を守ることになった。7月までレギュラーとして出場を続けていたが、7月25日にハムストリングスを痛めて故障者リスト入りし、残り試合を棒に振ってしまった。2012年は初めて100試合以上に出場したが、打撃成績は低調だった。 2012年11月3日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2014年1月10日に、オリオールズと再契約。2015年2月3日にタンパベーレイズとマイナー契約を結んだ。4月1日に自由契約となるが、9日にマイナー契約で再契約し、参家の AAA 級ダーラムブルズへ配属された。 2015年6月29日にトレードでデトロイトタイガースへ移籍し、参加のトリプル A 級トレードマッドヘンズへ配属された。11月6日に FA となった。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2016年3月9日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級バッファローバイソンズでプレーし、83試合に 出場して打率241.2本類が16打点5盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年5月24日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。11月1日に FA となる。2018年2月16日に再契約を結ぶ。2019年にも契約を結んだ。 シーズン後 FA となった。ありがとうございます。